見せ急短動画2022年よさよならみんなの笑顔よ先送れさあ、年末どう過ごしでしょうか。2022年もいろんなことがあったと存じます。報われないオタク、押されまくったオタク、何もいいことがなかったオタク、報われなかったあなた、何もいいことが起きなかったあなた、幸せのしの字も感じられなかったあなたそんなにじゃないよいやもうちょっといいことあったよQちゃん動画見てる人もうちょっといいことあったよ。さすがにどんだけ低く見積もってんのまあね、そんな人もいるかもしれませんが、そんな報われなかった2022年すべてをそっと抱きしめましょうよということで今日は2022年オタクの珍事件をお届けしていきます。今年起きた珍事件は今年のうちにもう捨て去っていきましょうよ。もう全部捨てて2023年切り替えていきましょうよみんなでさ、圧倒的優勝者になろうよ。2023年はさ絶対なれなそう、一生干されそう。高校生です。ライブのチェキ列で仲良くなったおじさんが後日 DM で手作りの香水をプレゼントしたいから空いてる日教えて、君を一目見た瞬間甘いフローラルをイメージしたんだとナンパしてきました。ブロックしました。怖い、手作りの香水、何の匂いがするの。怖い怖い、おじさんのなんかしらの何か入ってそう、なんかカス入ってそう、ね、怖すぎ、怖すぎ、ね、怖い、ね、何入れてんのマジでいや、何入れてるかも勝手に想像してるだけだけどでもさ、あ、手作りってあれよ、お店とかである手作りのさ香水とかあるじゃん、素敵なそのブレンドしてみたいな、あれならさ、いやでもさ、いや結構な関係がないと、その手作りの香水もさ、お店で作るやつもさ、結構な関係がないと成立しないと思うんだよね。だってチェキ列で知り合ったおじさんからの手作りの香水、あっ絶対やだ、絶対や。くしゃみしたらあばら折れました、昨日のことです。大丈夫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 、くしゃみで、でも言うよね、くしゃみで折れるってカルシウム取って知らんけど、じゃああばら折りながら今見てくれてんのかな。年末年始あばら折れてんだ、かわいそう。2023年はいい1年になりますように。骨折ったことないんですよ僕、骨は強いのよ結構。折れそうなきっかけは多分あったと思うんだよね、でもね固くなに折れないねだから怖いよね、どんくらい痛いのかとか全然想像つかないからさ。バイト先の12個上の社員さんに恋する、キューちゃん動画見てるオタクをみんな恋してんの。してるよしてるでしょ。そうだ、12個上バイト先、12個ってさ、例えば僕がじゃあバイトしてた頃で言うと20歳とかで言うと、20歳からの32ってバチクソいいね、いいじゃん、20歳からの32でしょ、最高な大人だじゃない輝き見える優勝いや12個上は輝いて見えるしょ、いい具合に大人感じるんじゃない。あ、でも16歳からするとの28歳より20歳からの32の方がいい具合の大人って感じしない。16からの28はおじさんみたいになっちゃいそうだね。20歳からの32、まあおじさんはおじさんだけど、いい具合の大人を感じるというか、大人の魅力 を覚え出すみたいなところはその辺からなってくるみたいなところは泣きにしもあるんだから、まあね、いい声してんねバイト先いいじゃん、バイト先にいるのいいじゃん、バイト楽しくなるじゃん。23年何かが起きますように。最高さ、かわいい、恋愛相談とか DM とかで来ると、まなんかかわいいと思いながら見てるよ。みんながみんなも恋をしてるんさ、最高さ。メンダーが飛んで10日くらいで戻ってきた、よかったね、戻ってきて、戻ってきてよかった、セーフセーフでしょ、飛んだとしても戻ってきた、すっげーセーフでしょ、10日でしょ、とかギリセーフギリセーフ、よかったよかったね、飛ぶとかあるんだ飛ぶとかある、まあね、飛ばなきゃいけない時ももしかしたらあるのかもしれない、わかんないから事情はね。推しからインスタフォローされた、かっこオタクアカ、え、なんで TO として認められたってこと、5フォローかな、5フォローでも嬉しくないね、5フォローってさ嬉しいよね、で5フォローって
って嬉しくない？嬉しいか？僕さ、最近で言うとさ、ダイスのさ、花村聡太さんからさ、フォロー来たの。でさ、僕さ、バチクソ湧くやん、そんな。みたいな。僕はしてたんだけど、僕はさ、別に普通にツイッターとかさ、見たくてしてたんだけどさ、普通にさ、フォローされた。え？みたいな。でさ、あーみたいになってたんだけどさ、いや、これワンチャン。ごぼう可能性あるよなと思って、だから日々ごフォローだったらさ、数日後に絶対フォロー外されるやん。だからさ、日々さ確認しに行った、あ、外されてない、まだ外されてない、気づいてないだけかな、それともやっぱ恋にフォローしてくれたのかな。恋やん、恋じゃない。ごフォローかな、これ。どう思う、みんな、ソタキュンからのごフォローかな、それともフォローしようと思った、どっちかな、どっち、どっち、絶対ごフォロー。つらー、つらくない、つらくね、つらいね、つらいね。グループ全員で YouTube 撮影してるところに遭遇、こそこそ逃げたら後日逃げたねと推しに指摘される。ねえ、無理だよね、全員でさ、仕事、それこそ撮影とかしてるところに遭遇したらさ、逃げるよね、圧やばいもんね、圧がすごくて逃げるよ。でもさ、いいやん、これ最高やん、逃げたねって推しにして、その時に気づいてくれてたんだみたいな、最高さ、恥ずかしいけど。逃げてる、逃げてるとこ見られてた、まあね。いやでも逃げるよ、そこで。じゃあどうすんの、逆にどうしたらいいの。あ、見てるってこと、見て、遠巻きから見てる。でも僕だったら、もしね、遭遇したらマジであっちからは見えないようなところまで離れて、クソ遠巻きに見る、なんかビルの3階とかに行ってそっから見るとか。厄介やん、自分クソ厄介じゃない、そこで完全に見ないみたいな、もう本当にどっか行っちゃうみたいなのはさすがにもったいないやん、もたないもたないよ。ビルの上とか、近くのビルの上とかに上がってそっから見るとか、あとマジで遠くの草むらの、草むら、怖っ、職質案件。全然関係ないけど、職質ってよくされるって聞くじゃん、僕ってされたことないよね、職質。多分職質ってどうやったらされるの。僕一回20代前半の時に街歩いてたら、警察官の人に、大丈夫、高校生じゃない君って言って、すごいなんか補導されかけるみたいなのはあったけど、でなんかちゃんと年齢を証明してみたいなのはあったけど、職質ってないんだよね。何してたら職質される。みんな職質されたことある。職質されたオタク、コメントに大集合。推しぶどうと Q ちゃん動画でドルオタの生態学んでた推しぶどうがドラマ化して、 Q ちゃんが出演した夢のコラボやー、夢のコラボが実現、夢のコラボが実現。ガラガラ。推しぶどうとキューちゃん動画でドローと乗せて学んでたら、推しぶどうがドラマ化して、で僕が出演してるみたい。推しぶどう、あの劇場版が公開されることになりましたから、あのぜひ皆さんお楽しみに、あの僕もあのちょろっと出てると思うんで、あのぜひあのチェックしていただけたらなと思います。劇場版推しぶどう、推しが武道館行ってくれたらしいな。そっか、それは湧くだろうな、ありがたい。推しぶどうと Q ちゃん動画でトロータのセーター学んだら嬉しいね。あの推しぶどうのさ、ドラマ、その用語とかもさ、説明入るから分かりやすいよね。皆さんぜひドラマの方もまだ全然あの見れるんで、 TVer とかで見れるんで、皆さんぜひ見てみてください。あの僕よく最善管理してるんで、最善管理オタやってるんで、ぜひ見てみてください。推しと会えた、顔小さすぎてなくなっちゃうかと思った、な、ほんとちっちゃいよね、推しって。で芸能人って顔ちっちゃいよね、ビビらない、あ、こんな顔ちっちゃいんだみたいな思うよな、ほんとちっちゃいよな、ほんとちっちゃいよ、芸能人ってすごいなと思う、ちっちゃっていう、あれなんだろうね、なんであんなちっちゃいの、なんかやっぱなるべくしてなってるのかな、すごいちっちゃいね。タバコ吸ってたら喫煙所に押し来た、認知されてたからお互い気まずすぎた、気まず、タバコをうちが吸ってる姿押しにすごい悲してんの見られるのも気まずいし、あんたも吸ってたんだってそんな偶然ある、推しとオタクが喫煙所で一緒に、あ、ライター貸しましょうか、来ます、でもいつもよりなんか美味しく感じそう、押され側はいつもよりは美味しく感じ、味しなそう、それどころじゃなさそう、そんな偶然あるんだ。いや本当にそれ運命だと思うわ、そういうなんか今の喫煙所もそうだけどさ、エレベーターで一緒になったとかってさ、もう本当に運命だと思うわ。推しのいるグループのオーディションに受かった、マジで、マジで、え、すごない、すごくない、推しがいるグループの、え、最高のオタ活の始まりやん、嫌なとこ見ないといいね、裏側もそのままでありますように。あ、じゃあこの子アイドルってこと、送ってきた子ってことかな、裏垢かな。
ずっとアイドル界隈を毛嫌いしてたのに、いつの間にかQちゃんをしてた。なんで？え、マジで？え？きっかけ？きっかけ？これがきっかけな？マジで？きっかけになりうることあるんだ？2023年も最高の1年にしような。笑う。毛嫌いしてたんかい。そんで毛嫌いしてたんだ、よかった。一回踏み入れたらもう沼の始まりだよ。もういいアイドルたくさんいるから、もう沼だよ。 DD の始まりじゃない、知らんけど。まずスタートで僕を押すっていうのがもう異例のスタートだけど、僕ってもうなんか何十周かしてもうアイドル飽きたってなって行き着く先みたいなとこない？強しきゅうたろうさん押してますって。あ、すごいね。もう押すとこなくて押すことにしたみたいな。なんか強しきゅうたろうの押すことになる。くろうとのみんなありがとう。口の中に虫がいた。やだな、やだな、なに、どの虫、どれ、どのタイプ、甲羅体型じゃないといけない。え、気持ち悪い。え、寝てる間にちょうどねえ、口の走ってたりしてとか、自転車乗ってて口に入っちゃったとか。無理、そういうのもうマジ無理、もうほんと無理。やだな、やだやだ。オタク関係ないし、やだね、口の中に虫入るの。やだね。でも虫になって推しの口の中にも入りたいね。それはそう。お主の DNA の動画見たとき一番の珍事件な、それが。それが一番の珍事件な。え、なんかごめん。マジで、なんで？それが一番の珍事件か。嬉しいな、あなたの珍事件になれてよかったよ。人の珍事件になれるって嬉しいからね。2023年もあなたの珍事件になれますように。キューちゃん動画の願い、良いお年を。